おっす、ハローニャンパス、どうも炭酸のお兄ちゃんです。はい、続きましてが右行ですね。右行の作品をまとめましたので、今回やる右行は11作品ありますね。はい、なので、もしもこの中に好きな作品が入ってたらチャンネル登録とグッドボタン、あとコメントよろしくお願いします。では行きます。はい、では、11作品、一発目はバイオレット・エヴァーガーデン、言わずと知れた京都アニメーションですね。まあ本当にちょっと悲しい事件ではありましたけどね、ちょっとその事件もあってバイオレットちゃんの映画作品の方はちょっとまだ見れてない状況ではございますが、バイオレット・エヴァーガーデンはめちゃめちゃ大好きです。はい、続きましてが、バルラブですね。これもねすごい好き、多分ねおすすめアニメ、今期おすすめアニメの中にね入れてる作品なんですよ、バルラブ。ちょっとね最初ね、ストーリー自体はそんなに面白くないなと思ったんですけど、まあちょっとエッチな感じが好きだったってことでちょっと見続けてたんですけど、だんだんなんかこう後半につれて面白さが増したし、バルキリーがヒロインなんですよ。でバルキリーの姉妹たちで9人ぐらいいたかな、ごめんなさい間違えたらごめんなさいんですけど、9人ぐらいいて、もう長女からこっちはもう全員妹やみたいな、もう俺得やんみたいなね。はい、続きましてがウィザードバリスターズ、ベンマシセシルアームスですね。アームスは会社名だ。ウィザードバリスターズ、これもね確かフル CG のアニメだったんですけど、 PV 見た時にもう戦闘がめちゃめちゃかっこよかったの、途中からちょっとね作画がちょっと怪しくなったんですけど、まあすごく面白い作品なんですよ。ただフル CG、まあ、癖はあるかなと思うんですけど、はい、続きましてが、ウィッチクラフトワークスですね。もうこれもね戦闘がもうめちゃめちゃいいしね、まあ、ウィッチってことで魔法使いたちがいるんですね。魔法使いたちがいて、まあ、主人公がいるんですけど、基本魔法は女の子しか使えなかったかな確か。でなんか主人公は特別なものを持っていて、ヒロインとなんか昔あってみたいな感じでちょっと2期待ってるんですよ。まあ、全然ね分かんない状態なんですけど、とにかく面白い作品。植木の法則ですね。これもね、まあ放送してた時期に見てたわけじゃなくて、ちょっとしばらく経ってからその見始めたんですね、植木。でもね俺がねその学生の頃に耳にしたことがあった、てか CM 見たと思う、その夕方やってたと思うから、植木の法則はね、ゴミを木に変える力、すごくねくすぐられましたし、友達がカラオケで歌ってる時にそのオープニングもいいなと思ったからちょっと見始めた。続きましてが、上野さんは不器用ですね。これも最近なの、1、2年前ぐらいかな。植木さん、すごい、植木さんじゃね。上野さん。続きましてが、牛音虎でございますね。まあ、これはね、古い方じゃなくて、リメイクした方ですね。古い方はちょっとごめんなさい。多分一回ちょっとチラッと見たぐらいなんですけど、リメイクした方はちゃんと見たんですよ。かなり省かれてるとは思うんですよ。昔のやつに比べたらね。ただね、すごくね、面白かったですね。最初から最後まで本当に面白かった。はい。続きましてが、うちの三姉妹ですね。まあ、これもね、すごいガキ向きアニメなんですね。目つぶると思い出すんですけど、ちょうど中学2年か3年の頃かな。まあね、Dグレがやってたんですよ、夕方。これもね、夕方の5時半かな。か5時ぐらいにやってたんで、もう速攻ね、学校が終わったら、もう部活なんかもほっといて、スッと帰って、もう Dグレのやる放送の、30分前にはもう、いや1時間ぐらい前には、待機してたんです。まあ、とにかく即刻帰っても待機してたんですよ。でそのディーグレの前はこの3姉妹だったんで、まあ、ついでに見てたんですけど、まあ、普通に面白いよね、うちの3姉妹。続きましてが、宇宙兄弟ですね。これもね実写化してね、まあ、実写化に向いてる作品だと思うし、ただね俺ちゃんとねこれ1から最後まで見てないんですよ。途中途中見ててね、アニマックスとかで。でもだからちょっとちゃんとねいつか見たいんですけど、なかなか長いよね。50話超えしてるから結構ね、最近珍しいねロングアニメだったんで、まあちょっとね、出遅れちゃったっていうのもあるんで、はい、はい、続きましてが、うらら迷路町ごめんちょっと読めなくて今検索してたんですけど、迷路町、これもね懐かしいね、キララ作品だったよね。で続きましてが、うるせえやつらですね。うるせえやつら、もう古って思うかもしれないけど、もうキッズステーションでもう散々見てたからね、ちっちゃい頃。もうめちゃめちゃ話は長いんで、もう途中途中こう見てたんですけど、もうほとんど結構見尽くしたと思うよ。映画とかもちょいちょい見てましたし、まあ、ただすごい量があるんで全部完璧には見てないんですけど、この、
高橋留美子先生か。高橋留美子先生はもうめちゃめちゃ天才だよね。もう全部アニメ化してるよね。ほとんど出す作品は、まあ、俺が知ってる限りはランマでしょ、うるせえやつら、メゾン一国とか、ここら辺はちょっと見たんですけど、イネアシャとか最近やってたやつはちょっとごめん見てないんですけど、で、今度ね、イネアシャたちの子供のそのアニメもうやるじゃん。もうめちゃくちゃすごいよね、この人。以上ですね。はい、動画いかがだったでしょうかね。もしもね、この作品、俺が見てる作品ね、ウギョの中で知ってる作品があるよっていう方、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントもね、よろしくお願いします。近々、まあ、っていうか人数集まったら、ちょっとライブ放送でね、こう、アニメについてこう語りたいんですよ。語りたいんで、ぜひぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではね、バイバーイ。